なんか自分の中にある感覚しか書けないというか、だから男性は書けないです。その心理的な世界なので周りの人からは分からないけど、そこにその世界は絶対あるんだっていうことを書きたいっていう。嘘偽りない気持ちを女性像に乗せて、ブレイクフェイア、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家鈴木八重子、幼い頃からものづくりに親しみ、自然と画家を志した彼女、自身の作品に描かれるのは時代の変化とともに成長する女性像。昔はもっと自分の周りとの間にある膜みたいなものを描いてきてたんですね。膜が自分を縛り付けているみたいな、檻みたいな感覚をずっと描いてきていて、まあ、ちょっとそこから脱却したいみたいな思いがあって、能動的な少女というか女性を描き出したという感じですかね。縛られるものからの解放、自身の思いとリンクしたその作品はただの絵ではなく一つの物語。同じ女性の過去と未来っていう感じですかね。過去私がずっと描いてきてた、まあ、閉じこもってた世界っていうのをこっち側に描いていて、なので鍵をたくさん持っていて、そっから脱出してきた先にある未来の自分みたいな、自分で選び取る女性を描いていきたいという感じ。美しさとリアルさが同居する作品、しかし求めるのは写真のような精密さではない。なんかリアルには描いていきたいんですけど、写真みたいに写実的に描きたいっていうわけじゃなくて、自分なりのリアルというか好きな質感とか自分なりにあって、ロマンチックな要素というか、自分のうっとりできる質と色っていうのが多分ちょっと写真とは少し違うところにあるのかなという気はしますね。美しくそして幻想的な世界に人生という物語を残したい、画家鈴木八重子の未来図とは。自分が感じていた感覚だったりとか、まあ、思想みたいなものを正直に絵に込めたいという気持ちがあって、なのでいろいろ経験したりして10年20年後とかにその時々の自分を込めて描いていったらどんな絵になるのかなっていうのは楽しみではある。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代美術家江上悦のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。